古川イと古川イと宣伝岩あるいは雷岩石は、傾斜に落雷した後にできる、人参に似た形状の天然のガラス管である。ちょうど良い成分の砂が高温に熱せられることで、雷の経路に沿った形の石英ガラスを形成する。雷の化石とも呼ばれることがある。形成されたガラスは、ルシャトリエライトと呼ばれるが、これは隕石の落下や火山噴火でも生成される。 アモルファスなのでミネラロイドに分類される。缶の直径は数センチメートルで長さは数メートルになる。色は元の砂の成分により黒や褐色から緑、半透明白色のものがある。内面は通常は滑らかかまたは細かい泡がある。外側は一般に荒い砂流で覆われている。外見は木の根に似てしばしば枝分かれや小さな穴がある。 時には、宣伝岩は岩の表面に形成されることがある。宣伝岩はとても希少である。ニュージャージー州サウスアンボイで採取された大きな標本は長さがほぼ9フィート、地表近くで直径3インチあり、次第に細くなっていって掘り出された。最深部では直径16分の3インチとなっていた。しかし、宣伝岩は極めて脆いため全体をそのまま掘り出す。 ことはできず、最大の断片でも長さ6インチでしかない。カスケード山脈の平い針として知られるシール戦山ンンでは、特に山頂点近くの5から10フィートのところで、岩表面に茶緑色の仙殿岩が形成される。また、五大国岩でも見つかる。おそらく最も綺麗な標本は、フィラデルフィアの自然科学アカデミーに展示されているものだろう。 1940年に発見された。最大のものは、イエール大学ピーボディ自然種博物館に展示されている、コネチカット州北部のレイクコンガモンドの古幡で採取された長さ13フィートの標本である。この宣伝岩は1950年代から展示されており、2006年5月からは新設の鉱物、地球、宇宙ホールに展示されている。 3メートル以上ある標本がロンドン自然史博物館に展示されている。断片が50センチメートル以上もある。非常に珍しい日本産の宣電岩宣電岩の生成には約6億ボルトの電圧を持った強力な雷が必要とされ、日本の気象条件では強くても1億ボルト程度の雷しか発生しないことから宣電岩は通常できない。しかし、 日本でも1966年6月6日に北海道岩見沢市で発見例があり、同市の強度化学館にて長さ約89センチメートル、重量約60キログラムの断片が展示されている。発見当時、この宣伝岩の採取地点で高圧電線の切断事故が記録されていることから、落雷で切断された電線が障害物に引っかかることなく、 地表に接触し、同時に落雷のエネルギーが電線を経由して大きく増幅されたとみられる。さらに、そこへ主成分となる経営者を含んだ当該地点の地質が重なったことで、本来起こり得ない生成条件を満たし日本初となる宣伝岩の発見に至ったとされる。ありがとうございます。